アロイス・エゴロビチ・トルップは、ロマノフ朝最後の皇帝ニコライ2世一家のフットマンだった。元皇帝一家と共にエカテリンブルクの一派チェフ官に監禁され、1918年7月17日に彼らと共に殺害された。1981年に在外ロシア正教会によってソビエト政権による圧政の犠牲者として劣勢された。ロシア帝国。 ビテプスク県の現在はラトビアに含まれる地域に生まれた。ニコライ二世一家のフットマンだったトルップは1918年5月に両親たちと合流するためにトボリスクからチュメニまで船で向かい、さらに列車でエカテリンブルクへと向かうニコライ二世の子供たちに同行した。エカテリンブルクのイパチェフ間に滞在する従者の数は次第に減っていった。二人が投獄され、 6月には、G のエフゲニー・ボートキン、メイドのアンナでミドバ、料理人のイバン・ハリトーノフ、皿洗いの少年レオニード・セドネフしかいなくなった。7月17日に、ヤコフ・ユロフスキー率いる、銃殺隊によって、ニコライ・ニセイと夫人のアレクサンドラ、夫婦の5人の子供、他の3人の従者と共に殺害された。トルップは、銃殺隊による、 最初の一斉射撃で発射された弾丸が当たり死亡した。62歳没。1994年。副顔実によって生前の姿に顔面が再建された1902年。トルップとタチアナ王女7月17日の他の殺人被害者と同じく1981年に在外ロシア正教会によって劣勢された。しかし彼自身は ローマカトリック教徒であり、ロシア正教徒ではなかった。2009年10月16日に、ロシア連邦検察庁は、トルプラ従者を含めたボリシェビキによる赤色テロの犠牲者52名の名誉の回復を発表した。ありがとうございます。